人口減少により将来的に消滅する可能性があるという消滅可能性自治体。県内では18市町村が該当するという分析が公表されました。そのうちの一つが阿賀野市。今日就任したばかりの新市長に受け止めを聞きました。消滅可能性自治体ですが、これは全体とすると744ということでございますが、昨日民間の有識者グループ人口戦略会議が公表したあるデータ、明らかにされたのは消滅可能性自治体です。消滅可能性自治体とは、2020年から2050年までの30年間で20歳から39歳の女性の人口が 50% 以上減少すると推計される自治体を指しています。これは子どもを産む中心世代が減ることで子どもの数が減少し、ゆくゆくは自治体そのものが消滅する可能性があるという分析です。人口戦略会議の分析によると、全国の自治体のおよそ4割を占める744の自治体が該当。県内の自治体では村上市や十日町市、五泉市、佐渡市など18の市町村が該当しています。白鳥の湖として知られる標高があるこちら阿賀野市も消滅可能性自治体に。町の人の反応は、人口およそ4万人の町阿賀野市、10年前に公表された報告では該当していませんでしたが、小千谷市、糸魚川市とともに今回新たに該当するとされました。やっぱ寂しいですよね、そういうのを聞くとね。子供が少ないですし、もう周り見れば高齢者ばっかり。大学とかで県外に出てしまった場合、地元に戻ってくる方が少ないのかなっても思いますね。残念ですよね。平日なんてほぼ通らないぐらいな感覚とっていう感じですね。若い人たちが住んで仕事がする場所もあると、もっともっとまた住みたいなって思う人が増えるのかなって。今日阿賀野市役所に初登庁したのは、先日の選挙で当選したばかりの加藤博之新市長です。市長、座り心地はどうですか？椅子の、もう少し椅子が高い方がいいね。後でマッチングさせないといけないで。厳しいデータが公表された翌日の初登庁、受け止めを聞いてみると、これは今に始まったことではなく、かなり以前からの問題でして、それを要は触れようとしてこなかった私も含めて、その分かっていながら行動に移せなかったことは反省しつつ、阿賀野市版の人口減少対策、保育教育一貫体制、これを総合的に体系立てていきたいと思っています。全国で浮き彫りとなっている人口減少問題、自治体の対策が急務となっています。